結果から順位をつけてみます。順位を表示させるセルを選択します。関数の挿入をクリックします。関数の分類をプルダウンし。統計をクリックします。 関数名の一覧からランクを選択します OK をクリックします数値に順位の対象となるセルを入力します参照には順位を比較するセルの範囲を入力しますここでは B5 から B9 までをドラッグして選択します。キーボードの F4 を押してください。参照に範囲が入力されました。順序に0と入力します。OK をクリックします。 順位が入力されました。セル右下のフィルハンドルにマウスを合わせ順位をつけたい範囲をドラッグしてコピーします。必要に応じて位置を揃えてください。結果の値から順位がつきました。以上で 指定した条件から自動で順位をつける方法は完了です。